キキベルテンスは、オランダバーテリンゲン出身の女子プロテニス選手。2016年の全仏オープン女子シングルスでベスト4に入った選手である。これまでに WTA ツアーでシングルス9勝、ダブルス10勝を挙げている。身長182センチメートル、体重74キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ランキング最高位は、 シングルス4位、ダブルス16位。ベルテンスは6歳でテニスを始め、2009年にプロに転向。2012年4月のモロッコフェズ大会では予選から勝ち上がり、決勝に進出した。決勝ではラウラポースティオオナナゴ、6レーで破り WTA ツアー初優勝を果たした。四大大会では2012年全仏オープンで初出場した。1回戦で クリスティナ・マクヘールに6から2、4から6、4から6で敗れた。ウィンブルドンでは1回戦で、第19シードのルーシー・サファロバを6、3、6、0で破り、初戦を突破した。2014年全仏オープンでは、予選から勝ち上がり4回戦に進出した。4回戦で、アンドレア・ペトコビッチに6から1、2から6、5から7で敗れた。2016年5月のニュルンベルクカップでは、 ツアー二度目の決勝に進出した。決勝で、マリアナ・デュケ・マリノを6に、6にで破り4年ぶりのツアー二勝目を挙げた。続く、全仏オープンでは1回戦で、第3シードのアンゲリック・ケルバーを6から2、3から6、6から3で破る主君を挙げた。勢いに乗って勝ち進み四大,大大会で、初めてのベスト8に進出した。準々決勝では、ティメバシンスキーを 6-2で破り、ベスト4に進出した。準決勝では、第1シードのセリーナ・ウィリアムズに6-7、4-6で破れた。2016年8月のリオゴリンで、初めてのオリンピックに出場したが、シングルス1回戦で、サラ・エラーニに6から4、4から6、3から6で破れ、初戦で敗退した。ベルテンスは2011年より、フェドカップにオランダ代表として出場している。 2016年2月のフェドカップでワールドグループ1回戦でロシアと対戦しシングルスでスベトラナ・クズネッツォワとエカテリーナ・マカロワを破りオランダの勝利に貢献した4月の準決勝ではフランスのキャロリン・ガルシアとクリスティナ・ムラデノビッチをシングルスで破ったが2勝2敗で迎えた最後のダブルスで破れて決勝進出を逃した2018年は4月に プレミア大会のボルボカーズオープンで優勝した。2018年ウィンブルドンではシングルスでベスト8に進出し、準々決勝でユリア・ゲルゲスに6から3、5から7、1から6で敗れた。2018年8月のウエスタンサザンオープンでは決勝で世界ランキング1位のシモナ・ハレプを2 6、7、6、62で破り、初めてハードコート大会で優勝した。 最終戦の WTA ファイナルズにも出場し、ベスト4に進出した。2018年10月22日付でシングルス9位を記録し、2018年の WTA アワード最も上達した選手賞を受賞している。ダブルスではスウェーデンのヨハンナ・ラーションと組むことが多く、ラーションとのペアで WTA ツアー9賞を挙げている。 四大大会でも2015年全豪オープンと2016年全仏オープンでベスト8に進出している。2017年の WTA ファイナルにも出場し、決勝でティメア・バボシュアンド、レア・フラバー・チコバグミに64、46、50で破れ準優勝した。2019年は1月の全豪オープンで去年を下回る2回戦敗退に終わったものの、 去年の全豪オープンで優勝したキャロラインをオズニアッキが3回戦で敗退しポイントを失ったため2019年1月28日付のランキングでオズニアッキを抜いて自己最高の8位を記録した2月のサンクトペテルブルクレディストロフィーでは決勝で第8シードのドナベキッチを7から6、6から4で破り優勝した5月のムチュアマドリードオープンでは全試合を ストレートで勝ち上がっていくと、決勝でも、第3シードの下ナ・ハレプを6から4、6から4で破り、去年準優勝の雪辱を果たすとともに、プレミアマンダトリーで、初優勝を飾った。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。